はい、こんにちは、小笠原です。今日は硫酸の製法、接触法というものを勉強していきたいと思います。ちょっと教科書なんか見ると SO2 が O2 と反応して SO3 になって、 SO3 と H2O で H2SO4 になるように書いてありますけど、ちょっと補足をしていきたいと思います。はい、では少しね加えたんですけれども、まずスタートは何からスタートするかってことですね。原料は硫黄です。硫黄をいくつかのステップで最終的に硫黄から硫酸を作る、それが接触法になります。この硫黄は石油精製の時に出てくる硫黄を使います。燃やせば、簡単に言えば燃やせば SO2 になりますので、ここは簡単なんですね。ところが二酸化硫黄を水に溶かしても硫酸にしかならないので、ここを SO3 にするのが大変。そこで触媒の出番ですね。 V2O5 酸化バナジウム、これを触媒に使う、ここがポイントの一つになります。それから SO3 までできてしまえば、あとは水と反応させれば硫酸ができるはずですが、ここも問題があってですね、 SO3 で非常に反応性高いので、実は SO3 酸酸化硫黄をですね、水に溶かしますと多量の溶解熱を出して水が沸騰してしまうんですね。ここを何とかしなければならないというのが接触法のポイントになります。で、全体の流れはこうですね。原料を S から始まって SO2 にし、 SO3 にする、ここのところで触媒の助けがいい。そしてあとは SO3 を濃硫酸にする、硫酸にするだけですが、水と硫酸の直接の反応だと都合が悪いので、ここで工夫をする必要があるということになります。はい、ここのところでね、発煙硫酸っていうのが出てきます。発煙硫酸っていうのは濃硫酸に酸酸化硫黄を吸収させたものになります。これ名前の通り、白煙っていうのは低温で白煙を出す、硫酸にさらに SO3 を染み込む、吸収させたものになります。で、実はこの SO3 と H2O をですね、水と過酸化、酸酸化硫黄だと反応が激しすぎるので、どちらも濃硫酸の中で反応させる、こんなイメージになります。そうすると熱が抑えられる。そして接触法では、濃硫酸が必要なんですね。濃硫酸を作るために濃硫酸が最初に必要だけど、このサイクル回す中でその濃硫酸の量が増えてきますので、結果的には濃硫酸を作っていることになります。最初にある濃硫酸をだんだん回す中で量を増やしていく、そんなイメージになりますね。そして覚え方ですけれども、ここでは硫酸が接触法でできるということと、V2O5 の、ところを覚える必要がありますので、こんな覚え方どうでしょうかね。硫酸は接触しながら酸場で5、硫酸は接触しながら酸場で5、酸化バナジウムで過去5まで、ね、心の中に入れてみました。では次はね、計算問題をやってみましょう。はい、では計算問題を1問やりましょう。98% の濃硫酸1トン、1.0 トンですね、を得るために必要な硫黄は何トンでしょうか。まあ、ただし反応は全て完全に 100% 進行したものとします。原子量の値は必要なので H を S の値は与えています。それがもし必要であれば、こんな化学反応式を利用していただいてもいいです。ではちょっとここで動画の方を止めていただいて、答えを作っていただいて、回答が終わりましたらまた動画の方を動かしてください。では計算してください。はい、では回答です。ヒントで化学反応式を与えたんですけど、僕が解くときは化学反応式使いません。これヒントって書いてあるけど使わない。どうやって解いてるかって言いますと、 S に、ね、注目すればいいだけなんです。スタートが S です。 S は SO2 になる、 SO2 は SO3 になる、そしてこの SO3 は H2SO4 になります。この反応 100% 全て進行したということは、 S1mol から硫酸 1mol ができたと、そんなふうに考えればいいわけですね。 S の原子量32なので、 32g 硫黄があれば、硫酸は 1×2+32+16×4 で 98g できるはず。まずここの量関係をつかみます。で、ここではですね、 98% の濃硫酸と聞かれているので、濃硫酸が xg あるとして、この 98% が 98g になります。そうすると、まあ x×0.98 が98ですから、ここが100ということが分かって、つまり 32g の硫黄からスタートすると
98% の濃硫酸が 100g できるんだということをつかみます。そうするともうあとは簡単ですよね。問題で期待しているのはこれが1トンですね。1トンですので、小数点ずらすだけで大丈夫ですね。 0.32トン、小数点を2つずらしてあげると答えになります。まあ、もちろん比例式にしてもいいんですけれども、そんなことをしなくても十分に解けますね。はい、以上になります。